浦和のソルバッケンさん、初登場でもよマルコス強しにヘッドバットされたのにびくともしなくて草。ソルバッケンのオーラで相手がレッドや、ソルバッケン頭突きされたのに倒れなかったのは評価したい。微動だにしなかったな。パンツ引っ張り&頭突きか。頭突きはあかんねえ。ソルバッケンが煽ったっぽくは見えるけど、結局もよにレッド初登場で素晴らしい存在感。